じゃあ今日のご飯食べます。寿司。寿司寿司。うまっ。ん？2円に出る、めっちゃ嬉しいやん、それ。あの、私前髪ガチガチに固めるので昼夜の間でシャンプーします。うん、私もう髪型は全部お任せでいくので、もう全部お任せ。寿司ネタは、やべえ、今タコ食べたんだけど、タコに引っ張られすぎてタコって言っちゃいそうになった。タコではない、タコも好きなんだけど、一番好き、炙りが好きです。炙りマグロ、炙り貝みたいな、炙ってるやつだったら好き。炙りサーモンはちょっと得意じゃないけどあ、ナミテンクもありがとう。さっきもありがとう。イエーイ。え、固定コメント、あ、そっかそっかそっか、変えます。これどうやって変えるんだろう、やっぱ変え方わかんないあれあれ、まあ後でちょっと見てみまーす。はいはい、いいね、グスプ、ね、グスプ行きたい。あ、やっぱ左ピザテーピングは本当に大丈夫なんで気にしないけど、ちょっと大きめのあのちょっと痛そうなあざができちゃって、だそれを隠してるだけなんで安心してください。全然大丈夫です、本当に安心してみんな寿司は好きネタから食べます。おあよー、おあよー、はーい。声の大きさ、あ、昨日もありがとう、立て練してましたね。さらくもありがとう。今日ハーフツイン、今日もなんかねじりハーフツインみたいなしたよ。見て、今くくっちゃってるけど。いいね、みんな。え、今日もさ、寿司トレードしたよ、私。レイポンとヨシミンと寿司トレードした。ホノピーは寿司トレードしない派だって。あとね、ワカニャンさんがね、マグロくれた。マグロってレート低いの？私なんかマグロ大人気だと思ってた。寿司って言ったらマグロのイメージあるからさ、なんか意外とマグロ、もうマグロ星人になりそう。はい、ハーフツイン大好きっ子。そう、私あの今日早川優奈さんの衣装着てるんですけど、早川優奈さんがねハーフツインよくやってたんですけど、その髪飾りがねハーフツイン用のなんか2個ちっちゃいやつだから、そっち系の方がいいかなと思ってやりました、ハーフツイン。はい、みんな大丈夫だよ、近くにメンバーいません頑張らから、あ、頑張らって言うんだ。メンバーはねぬわいって言ってますなんでだろう。ぬわいからの青春ジャンプは元気すぎて好き。それな、めっちゃ楽しかった。で、マグロだよね、やっぱ。そう、マグロ人気だよね。なんでだろう、みんなね、サーモンとマグロってイメージある。確かにね、ずるい、今日のよっこおいしそう。もうそれはみんな来て、もう待ってるから。でもみんな落選したりとかしてるのかな。仕事に追われてる、なかなか夢ちゃんやない。仕事頑張れ、応援してます。うまっ。ウニ食べたことないな。食べたことあるんかな、ある気するけど、あんま味覚えてないな。うん、食べたな。うん、サラレインボースターありがとう。サラちゃん、サラ、あ、違う、サラダ油くんだ。サラダ油くん、懐かしいサラダ油くん元気回転寿司は何皿いける？満腹はだいたい20皿くらいで、
まあ、頑張ったら30いけるかなくらいかな。意外とね、私結構食べるんです。目元キラキラしてて可愛い。これね、メイクさんにね、ラメやってもらった。可愛いでしょ。うん、なんかね、私ね結構ね好き嫌い激しかったから、お寿司とか焼肉とかも嫌いだったわけ、ずっと NMB に入るまで。シースね。 NMB シース。違う、今近重さんが通りすがりにシースでザギンみたいな。あ、面白い。そうだからね、結構好き嫌い多くてあんまりなんか食べてなかった。うん、星から転げ落ちた。サラダ油くんね、懐かしい。いろいろ名前あるね。え、昇格おめでとう、ありがとうございます。え、30は持ってない、これガチ。え、でもマジでなんか私が9期生と寿司食べに行った時に、みんなお会計が1000円とかのに、私だけなんか5000円くらいいっちゃったことあって、やばって思ったことはある。意外とね食べるんですよ。そう、お困りのようだね。ザギンでシースー。ライトワン、レインボースターありがとう。ワンワン犬、あずま一心かっこにへおじ、クマありがとう。山落ちにならないかな。ギロッポンでシース。六本木ってこと、ギロッポンっていうの、六本木のこと。めっちゃおもろい。他にも食わず嫌いしてるものある？え、たくさんあるよ私食わず嫌い。でもね、うん、最近だいたいいっぱい食べるユマが好き、ありがとう。え、本当にね。そう、朝には仲良くなりたいけどラーメン苦手っていう話聞きました。ちょっと待って、配信に夢中になりすぎて食べれてない。ちょっとやばい、メイクも行かなきゃいけないから、ちょっと食べます、頑張って。でもちょっと配信楽しすぎてちょっと無理。配信楽しすぎる普通に。え、明日もショールームするんですけど、明日はあのルームス配信もしたいってこと伝えときますね。ルームス配信3時間ぐらいやっちゃおうかな。何時からかいいかみんな教えて。ルームス、ショールームと、ショールームしてからルームス行こうかなって思ってる。明日はね、ゆまちゃんオフだから、確かオフだった気する。オフだから久しぶり、超久しぶりオフ、やばい、めっちゃ久しぶり。何しよっかな、やばい。今日映画のポップコーン買って帰ろう。超久しぶりなんですよ。だから何しよっかね。なんかむしろ何すればいいのか分かんない。あ、明後日ナンバラの練習します。仕事中やから無言で見てる。なんか面白いことして。え、うわー、これ一番きついな。うわー、無音で面白いこと、この絵面が面白かったかもってことにしとくね。大人になったら味覚変わるよ。わいは変わらんかったけど。変わらんかったんかい、おい。ピーマン最近好き、プリン好き、サラちゃんは大好き。いいね、私も大好きです。いや、私ちょっとねプリン好きはね負けない。なんかね最近めっちゃプリン食べる。なんか最近カラメルの美味しさに気づいて、なんかねめっちゃ味覚が大人になったなって思いました。それをね今日あの昼公演の MC で、大人になったことなんですかみたいに言われて、私ないなって思ってたんだけど、あったらって着替えてる時に気づいた。悔しい。そう、待って、明日日曜、おーい
ブンブンジャー見れるかな。ちょっとあとで予定表確認する。ちょっとワンチャン見れるかも。来た来た、やばい、嬉しい、やっとリアタイできる。ずっとリアタイできてなかったから。え、東一心くまありがとう。二つ目ゆまおじ、え、そう31の M 公演ね、ゆうりん出るからめっちゃ嬉しい。そう、映画のポップコーンで持って帰れるんですよ。皆さんご存知でした？私もポップコーンマスターだからもちろん知ってましたけど。プリンは柔らかめ派。笑い知らず抜いた時は噛めないからプリン食いまくってました。おお、いいね、なるほどね。そっか、わさびはね食べれない。私ね辛いのとか苦手なんですよ。だからカレーとかも、ま、中辛がいけないから。え、でも最近さっき辛いものに挑戦してる。うん、うん、サラレインボースターありがとう、たくさんありがとうね。みんなブームじゃ追いついてるよ。明日レッスンやから忙しくないけど待って、レッスンしてる人とはメンバーおる。はい、こっそりオンライン取りました。こっそりじゃなくていいんだよ、胸を張って。映画を見ずにポップコーンだけって気を使う。大丈夫、私みたいな人がいるから。私だってこの前2日に1回の頻度で言ってたよ。すいません、ポップコーン L サイズで、しかも L なの私。L サイズで、すいません、ポップコーンの L サイズ塩で、バターかけてもらって、お持ち帰りの袋お願いします。これが私の言葉、合言葉で、あ、お持ち帰りの袋10円かかりますがどうなさいますか。あ、大丈夫です、お願いしますって。もう慣れてる。ライトワン、ラブレターありがとう。ワンワン犬ありがとう、ずっと好きで言ってね。うん、レオのあのもう卒業しちゃった坂本レオちゃんの卒業公演の後に赤から行ったんですけど、それで私初めて赤いものっていうか辛いものを食べて、すごくなるほどねって思った。なるほどねって、久々に週末は作ったよ。嬉しい、待ってます。あ、東一心くまありがとう。3回はこれもうにへおじじゃなくてゆまおじやね。サラもレインボースターありがとう。はーい、ゆったろう顔が可愛いってみんな言ってる。嬉しい、嬉しい、めっちゃ嬉しい。可愛いですか？可愛いよ、ありがとう。はい、ということで一旦仮眠するので、私はもう眠い。体が疲れた。公演終わりって本当に良くなる、やばい。昼夜の時は間で寝ます。
3日連続偉い、おめでとう、ありがとうございます。チス、今日4日か、4日連続か、今日で4日目、やばい、めっちゃ嬉しい。私ね、こんなにショールーム配信連続でやったことないからめっちゃ嬉しい。ちょっとこれからまず1年間あの毎日配信を目指して頑張っていきます。もうね、私こういうね数字出ちゃったら絶対やる女だから任せて、本当に。え、これさ、ちょっと、あ、ラジオとかもできるんだ。まあでもショールームやったらすっぴんでやってもいけるか。夜も対戦よろしくお願いします。お、 9.5 期生オーディションはもう終わりましたね。終わってます。 10.5 期生ですね今はーい、1時間も寝れない。もう15分寝たらいい、 OK、 もう15分寝たら OK。 今日今仕事終わりで来た。今日もかわいそうに涙出るの、ありがとう。お仕事お疲れ様、大変頑張れ。朝4時だっけ、お疲れ本当に。ラジオでしてた、あ、じゃあ私もラジオでやろうかな。スピン、そう、スピンってさちょっと恥ずかしいから、ちょっと今日はメイクしないって思った時はラジオでやります。はいありがとうございます。ひまちゃんのことを見習って仕事で声を大きくしたら褒めてもらえた。あ、それハッピーだね、いいね。じゃあ終わりますので壇上を読みたいと思います。そう、急にねショールームに目覚めました。ショールーム楽しい本当に。はい、13位さつきさん、12位ふぼうむさん、11位くわがたさん、10位けいたん、9位なにわなきんのさん、8位すーくん、7位野原しんのすけのすけさん、6位たしたし、5位みんなの白米ハクハク、4位なみてん、3位ライトワン、2位あずま一心かっこ二表示かっこゆまおじ、1位サラー、ありがとう。みんな、じゃあ夜声も対戦よろしくお願いします。じゃあおやすみ早っ。